こんにちは、マッピーフォトのエリナです。今日はフォトショップは何ができるのかシェアしていこうと思います。今までフォトショップでの編集や基本ツールの使い方を中心に解説してきたわけなんですが、そういえばフォトショップで何ができるかやってなかったなと思ったんです。ということで今回はフォトショップを始めたい人、そしてフォトショップを使い始めたけどどんなことができるのか実際わからないなという人向けに、フォトショップで何ができるのというのを20分でまとめてご紹介します。今回はフォトショップでどんなことができるのかということがメインなので、やり方などはちょっと説明できません。なのでもしやり方を知りたい人は概要欄にやり方の動画をリストアップしておくので、ぜひそちらから飛んで見てみてください。ではフォトショップでできることをかなりざっくり分けて6つご紹介します。1つ目が写真編集、2つ目が写真の合成加工、3つ目が文字、4つ目がイラストとシェイプ、5つ目がグラフィックデザイン、そして6つ目が広告デザインです。今回は画像を交えてご紹介していきます。ではフォトショップでやっていこうと思います。1つ目が写真編集です。写真編集の基礎となる明るさ、色補正などが中心です。 Adobe の Lightroom とほぼ同じなので、 Lightroom を使って普段写真編集をしている人はいつもとほぼ変わらず編集できると思います。 Lightroom で編集してからPhotoshop に持ってきても同じことですが、 Lightroom は開かないという人は Photoshop のカメラローから基本編集ができます。写真を合成するときにもまず写真を少し編集してから合成をするということもよくありますし、グラフィックデザインやバナー作成などでも写真編集をまずします。もう言ってしまえば写真編集はもう Photoshop の基礎となる部分です。では2つ目の写真の合成と加工についてやっていきます。写真の合成と加工はもう使い方次第でもう何でもできちゃうのですが、今回は大まかに14個ご紹介します。では1つ目の切り抜きです。人物の切り抜きが大まかにポンとワンクリックでできます。髪の毛を拾ってくれるのもワンクリックのボタンでできるのもすごいところです。大まかでいいならフォトショップに頼ってパッとできるので、自分の手で一つ一つ拾っていく必要もありません。商品の切り抜きなどにも使えるので、後々話すポスターやポップなどにも使えますよね。切り抜き写真に背景を加えるともうガラッと雰囲気も変えることができます。2つ目は色を変えるです。実際写真に写る色を変えることもできてしまいます。スターウォーズ好きの人ならわかると思いますが、こんな風にブルーミルクからグリーンミルクに変えるのだって一瞬です。3つ目が背景をぼかすです。一眼で撮ったような背景がボワボワーっとぼけている写真だってフォトショップで作れちゃいます。最初に話した切り取り写真も違う写真の上に載せただけだと全てが鮮明すぎてちょっと不自然ですよね。これをフォトショップで背景の写真と被写体に少しボケを加えます。そうすると後ろが全くボケていない平たい写真から背景がボケてより 3D 感のある写真に進化します。4つ目が逆光写真にするです。フォトショップ内にある逆光の光を足して逆光風の写真を作り上げることもできます。5つ目がいらないものを消すです。例えば写真に写ってる電柱や通りすがりの人を消すことができます。撮影してるとこれだけは写したいと思っても写したくないものまで入ってしまうこともよくあるので、カメラでよく撮影する人もこのいらないものを消すことができるのはかなり便利です。6個目が肌修正とレタッチです。肌のニキビやシミなどはもちろん、肌の色合いなども均等にして綺麗な肌に編集することができます。パッと見わからないニキビやシミもフォトショップだと鮮明に見えてしまうんです。そんな細かいところまで見えるからこそ
ニキビやシミを消しそびれることもありません。肌の色を均等にもできるので、透明感のあるサラッと綺麗な肌にすることもできます。まあ、消しすぎには注意なんですが、シワも消せます。さらにハイライトやシャドウを入れて立体感のある顔に仕上げれば、自然で綺麗な肌に仕上がります。7個目が顔加工です。顔合成で顔の表情を変えることができます。真顔の顔から笑った顔、怒った顔など、フォトショップ任せでアプリのようにワンクリックでできるので、意外と思ったようにはいきませんが、まあ、結構面白いです。で、他にはもう自分で顔や目の大きさも変えることができます。顔の輪郭を小さくしたり、目を大きくすることも自分の好きなようにできちゃうんです。で、8個目が伸ばすです。もちろん写真の端で足りない部分を増やして写真自体を伸ばすこともできます。そしてさらに体の一部、例えば足の長さを伸ばしたりも自分好みに仕上げることができます。9個目が写真を文字で切り取るです。ただの色をつけた文字じゃつまんないという時に使えるのが、写真で文字を切り取る方法です。これだけで文字が個性的に見えるので、もうかなりおしゃれです。10個目が数枚の写真を合わせるです。一番最初にやった切り抜きなんかを使って背景と合わせたり、手前に別の写真を入れたり、組み合わせ次第で1枚の写真がもう大変身します。11個目が目つぶりを直すです。集合写真でみんなが目を開けることは難しいのですが、フォトショップなら目つぶりを直すことだってできます。目の開いてる写真を1枚足しただけで目つぶりを直せるのは、もう集合写真を撮るフォトグラファーにとってはかなり嬉しいことですよね。12個目が曇り空から青空にするです。どんより曇り空だった日もパッと明るく青空の写真に変えてしまうこともできます。そして自分で作った雲ブラシで青空に雲を足すことだってできちゃうんです。13個目が雪を降らせるです。先ほど雲ブラシということを言ったのですが、ブラシ次第で雪なんかも降らせることができちゃいます。雪のようなブラシを作っておいて、雪を降らせたい写真に入れていけば、こんな感じでまるで本当に雪が降っているかのような写真に仕上がります。そして14個目が多重露光です。人の中に背景を入れ込むことができて、もうかなりドラマチックな仕上がりにすることができます。もうフォトショップの合成加工に関してはもう本当にアイディア次第で何でも作れてしまうので、もうここでは14個しか挙げなかったんですけど、まだまだたくさんできることはあります。では3つ目が文字です。文字の入力はもちろん、フォトショップだと文字の細かいところまで設定することができます。例えばフォント変形、サイズ調整、文字感調整、そして文字変形、またレイヤースタイルを使えば文字がかなりガラッと変えることもできます。もちろんこんな感じで文字を打つこともできます。そして文字を大きくしたり小さくすることもできます。さらにこのように文字と文字の間の間隔をこのようにちょっとずつ足すこともできます。そして上にあったり下にあったり歪ませたりすることもできるんです。
そしてさらにこのようにもうなんかカードにありそうな上に向かって、あと下に向かって、あと波打ってるかのような文字も作れます。そして遠近法を使った文字を作成することもできちゃいます。で今回は最初にネオンを作っていこうと思います。そして本当もこんなに豊富にあります。色なんかも変えたり、あとネオン風な効果もかけることが簡単にできちゃいます。そしてパターンの文字なんかも作れてしまいます。もう文字の中にパターンを入れていけば、こんな感じでパッと賑やかなパターン柄の文字を作れます。そしてグラデーションもかけることができます。文字自体にグラデーションをかけるので、本当に文字の中でグラデーションが完結するようになっています。もういろんなタイプの文字を自分でカスタムすることができるのがもうフォトショップのいいところです。そして4つ目がイラストとシェイプです。イラストレーターで本格的なイラストを描くこともできますが、フォトショップでも簡単に作ることができます。例えばブラシやシェイプを使ってそのまま絵を描いてみたり、写真からイラストや絵画に変えてみたり、あと紙に描いたイラストをフォトショップに取り込んでデジタルなイラストにしたりすることもできます。まずブラシやシェイプを使ってイラストももちろん描くことができます。ブラシの感覚を変えたり、シェイプを使ったり、色を変えたりすることもできます。そして写真からイラストや絵画に大変身させることもできます。こんな感じでただの写真がこんな絵画のような絵になったり、自分で一つ一つ作るのはもうかなり大変なタイルのような絵にもできます。ブラシで描いたような絵に変身することもできます。そして紙に描いたイラストを写真で撮ってフォトショップに入れてデジタルなイラストにすることもできます。フォトショップに写真を取り込んで紙に描いた線を読み取って、そして色を入れていくと、こんな簡単にイラストを作ることができます。イラストレーターの場合は細かい線や形を作りやすいので、本格的なイラストを描くならイラストレーターも必要ですが、簡単に描きたい場合はフォトショップでも描けます。私たちのアイコンもこのやり方でフォトショップで簡単に作れました。そして5つ目がグラフィックデザインです。写真編集、写真合成、写真加工、文字、イラストシェイプを応用してグラフィックデザインがフォトショップで作れます。写真の加工合成との境目がちょっと分かりづらいんですが、私的にはグラフィックデザインはもうアートという感じのイメージです。例えばこの1枚の写真からグラフィックデザインを始めていきます。まず写真に写った被写体を切り取りします。そして背景となる写真を入れていきます。このように遠近法を使って3D 感をより出せるように作っていきます。で、空を置き換えとかもしたりして自分好みの背景にしていきます。そして最初に切り取った被写体を載せて、そして影も作っていくとよりリアルなアート的な作品ができます。そして今度は月を足していきます。もうこれも背景的な感じなんですけど、もう月を足すともうよりアート的な感じのイメージになりますよね。もう本来であればこんな感じの背景に月があるのはちょっとありえないことなんですけど、
もうフォトショップを使ってしまえばもう簡単に自分好みに作品が作れます。はい、6個目が広告デザインです。広告デザインと一言で言ってももういろんな広告があります。例えばポスターだったりバナー、サムネイル、ランディングページ、ポップ、ポストカード、その他にもいろいろ出てきそうですが、これらすべてフォトショップ一つで作り上げられます。キャンバなどのアプリでもポスター、バナー、サムネイルなど作れますが、より個性を入れたい時や細かいところまでこだわりたい場合はフォトショップが便利です。では作る過程をすべて見てしまうとかなり長くなってしまうし、あと同じようなこともあるので、今回はポスター、バナー、サムネイルの3つを見ていきます。ではポスターです。シンプルなポスターから凝ったデザインのポスターまでフォトショップで作れます。ただ写真と文字を置くだけではなくて、自分で好きなようにデザインできるのが本当にいいところです。で次にバナーです。バナーはお店のバナーだったりホームページのバナーだったりいろいろあります。これもシンプルなバナーなら写真と文字だけで作ることもできちゃいます。で3つ目がサムネイルです。私たちももちろん YouTube のサムネイルは Photoshop で作っています。被写体を切り抜いて背景を入れて文字を入れてという作業が Photoshop だけでできるのが本当に便利です。こんな凝った感じのサムネイルのねずこだったりも Photoshop でかなりパッと作ることができちゃいます。はい、今回はフォトショップで何ができるのか見てきました。まとめるとフォトショップでできることはざっくり6つあります。写真編集、写真の合成加工、文字、イラスト、シェイプ、グラフィックデザイン、広告デザインです。もう本当にフォトショップはアイデア次第でどんなものでも作れてしまうので、ここで説明したものはもう一部っていう感じです。でフォトショップを始めたい人、始めてるけどよくわかんない人はぜひこの中で何かやりたいことがあるなら、この動画を参考にぜひいろいろ挑戦してみてください。で今回はフォトショップのできることを中心に話したので、もうやり方解説などはもうこれからどんどん動画にしてアップしていきます。フォトショップで何ができるのかわかったよという人はいいねとチャンネル登録をお願いします。このチャンネルではフォトショップとライトルームについて基本から学べる動画をアップしています。フォトショップやライトルームの使い方がわからないという人はぜひ他の動画もチェックしてみてください。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。本当の抱負が本当に豊富です。